どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこちらの動画はですね、後編の動画になっております。どんなあの動画の後編かというと、あのガズレレのリズムの中でですね、皆さんがもうヒャーってなっちゃうリズム代表のこのカッティングというね、リズムのまあ説明動画、解説動画、徹底解説動画なんですけど、今回この動画の後編です。前編はどこにあるかというと概要欄に貼っときます。ここでこの動画ね、前編を見た人じゃないとわけわかんなくなっちゃいますね。そこでまず基礎編を習ってもらって、今日ここから始まるのはステップが14ステップあるうちの 後編の8番目のステップから始まりますんで、そこから見直しておいてくださいと。じゃあもう早速ですけどね、カッティングの後編の動画に入っていこうと思うんですけど、これお願いします。11月11日ガズレレの日、東京にある渋谷にある東京カルチャーカルチャーという、イベント会場でガズレレの日、めちゃくちゃ楽しいイベント開催します。みんなウクレレ持ってきてください。時間帯はこんな感じ、昼間の時間帯ですよ。嬉しいですね。はい、無料で参加できるね、ウクレレ試奏できるポップアップの時間もあるんですけど、はい、メインのガズレレの日のこのイベント、これはですね、もうみんなで大合唱して、もういろんなね、テーマをいろいろ設けてます。この後ちょっといろんなね、どんなことをやるかという動画もね、ガズレレ YouTube チャンネルをお伝えするんですけど、もうとにかくめくるめく時間で、その後今回突筆すべきはこの最後のですね、みんなでワイワイ五感談タイム。これなかなかね、こういう時間で取れないんで、かなりレアな、体験になると思う。皆さんと一緒にいろいろ語らってですね、もう乾杯して、こうパーティーをね、楽しく過ごそうと思います。ぜひ皆さん詳細概要欄にあるのでチェックしてみてください。さあ、カッティングのレッスン入っていきますよ。ステップ8から、今日は後編ですからね、入っていきまーす。さあ、ステップ8。ステップ8っていうのは一体何か。もういきなり突入していきますけどですね。このステップ8ができたら、もうカッティングのリズムはマスターできたとして、いっちゃってもいいと思いますというぐらいの、こっからいきなり突貫レベルアップしていきます。じゃあ、復習ですけど、これ覚えてますか？丸、×、星。この関係覚えてますね。丸は引く、×はカッティング、星は茶でした。この三つを使って、もう、あの有名なリズムを生み出しちゃいましょうという。はい。どの有名なリズムかというと、8ビートのチャプラスカッティングというリズムがあるんです。これ、ガズレレのね、レッスン動画でもね、よく出てくる。これよく出てくるんです。これね、代表曲はですね、スタンドバイミーみたいなやつです。あとは、みんなにおなじみなのはですね、ボーイのわがままジュリエットとかですね、メモリーグラスとか、これね、結構このリズム多いです。あと、マドンナのライクアバージンとか、このリズムが使われてます。どんなリズムか、C でやってみましょう。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。これやりたいでしょ。これができたらもう、カッティング1個、なんていうのかな、一つの山を登り終える感じです。いきなり後編の第一発目の8ステップからいきなりこれだのって感じですけど、これ行きましょう。じゃあ、見てください。この表を見たらすぐできますからね。もうこの表わかるでしょ？この表がわかるってことは皆さんもうすごい上達ですよ。ちょっと見ていくと、丸、×、星、丸、×、×、星、×ですね。もう一回。丸、×、星、丸、×、×、星、×です。ちょっと口で言っていきましょうか。右手を手を振って口で一緒に言ってください。だか、ちゃ、だか、か、ちゃ、か、だか、ちゃ、だか、か、ちゃ、か。これ、一応言っておきますけど、丸は今、だって言いました。×は、か。星は、ちゃで言ってますからね。もう一回。せーの。だか、ちゃ、だか、か、ちゃか、だか、ちゃ、だか、か、ちゃか。どうですか？頭ではわかるけどね、手が追いつかない。皆さん、何回も言ってますけど、これ、ゲーム的にやんないとダメですよ。お勉強とか、そういう気分でやっていてはね、これ、つまらなくなっちゃう。ゲームですか？この、パズルゲームみたいなもんです。いきますよ。ゆっくりね。せーの。だか、ちゃ、だか、か、ちゃ、か、だか、ちゃ、だか、か、ちゃ、か、だか、か、あ、間違えた。かって言っちゃう。もう一回、せーの。だか、ちゃ、だか、か、ちゃ、か、だか、ちゃ、だか、か、ちゃ、か、だか、ちゃ、だか、か、ちゃ、か、だ
それ分かるけどできない、そんな気持ちよく分かっております。分かっておりますけど、これを思い出してください。皆さんがガズレレプログラムを見て、最初8ビートとか8ビートのチャが全然できなかった時のあの感覚を思い出してください。やってるとできるようになるんですよ、これが。これはかなりちょっと自分のものにするには時間かかると思いますけど、これがですね、ガズレレのカッティングの基本中の基本となっております。これができると、まあかなりいろいろ、さっきも曲名を挙げましたけどね、幅が広がりますから、こういうねアレンジ多いんです。ちょっとじゃあ、C で、練習していきますよ。せーの、さん、はい。この、カとチャのね、差が大事よ。だか、チャ、だか、チャ。コード変えていきましょうか。F。Am I G7 まずね、今日この後編の第一発目のこのステップ8、これだけもうずっとやっといてください。もうこれが、これがもう基本。ちょっとなんか歌ってみましょうか。 1,2 When the night has come、 いいでしょ。 And the lonely star And the moon、 こんな感じですよ。これがいいじゃないですか。こんな感じで、まあ、いろんな曲、こんな風にこのリズムを使って8ビートの、8ビートのチャプラスカッティングマスターしてください。慌てなくても大丈夫、ゲームですから、ただの、はい。これをまずね、本当ここだけでももうこう、もう終わりみたいなもんで、カッティングこれができたらもうすごいですよ、はい。でもこれがですね、後編のカッティングの動画の第1個目ってことは、これから一体何が起こるんだって感じだと思うんですけど、こっからはつまりはですね、まあまあステップアップ編ですね、まあ応用してどん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 これを、面白がっていこうというのことだと思うんですけど、まずねここまでできたらもうね本当に合格ライン突破、このステップ8マスターできたらまずいいです。まず合格、ここまでちょっと仲良く練習してみてください。とはいえどんどん進んでいきます。じゃあ 9ステップ、ステップ9、ステップ9はね一体何かというと、今ねこの僕ここにこういう風にね、このカッティングの解説する、このなんていうの、どうやって解説するかって順番をこう下書きしたんですけど、今ミスりましたね完全に。何をミスったかというとですね、コードを変えていくっていうところはね、9ステップでした。だから今8と9ステップ同時に終わりました。今8ステップは C だけでこれを解説するだけだったんだけども、コードの解説まで行っちゃったんで、 C とか Am と F と G7 でこの8ビートのチャプラスカッティングができるようになるっていうのが9ステップでした。ちょっと順番間違えちゃったてへーって感じなんですけど、8と9ステップが今終わっておりますということです。じゃあね、こっからちょっと深掘りです。ちょっとまあ気分を、こう一回修正しまして、また戻っていきましょう。ステップ10はですね、今度はちょっとね視点を変えますと。今ねずーっとこの前編の、7ステップと今8、9ステップやってきたんですけど、コード、この C と F と G7 と Am4 つだけでやってたじゃないですか。これをですね、いろんなコードで今度カッティングしていかなきゃいけないわけです。その時にどんな風に、やっていけばいいかという解説をしたいと思います。まず、この4つの C と F と G7 と Am の中で、ガズの止め方。C は、だいたいまあこうやって止めてます、ガズは。パッとこうやって止めてる。だから中指で止めてる感じかな。ガズはですよ。でもこれ人によっては小指で止める方もいれば、もういろいろなんです。で、Am は、ガズの場合は薬指だね。 F は F なんかもうこう倒す感じ、バタって、で結局ここで薬指で止めてると思うんですけど、これもねカッティングのどの指で止めるかっていうのはほんと人それぞれ、全部小指で止める方もいらっしゃれば、人差し指で全部こう止めるとか、もうそれはね研究してみんなどの指で止めるか。で G7 がねやっぱ一番厄介なんですけど、ガズは親指が出てるから親指でこう止めちゃったりもするんですよね、触れるの握って。であとこう
クラシックフォームの人、ここにスペースが空いてて、親指、この親指が、このネックの裏にある人は、これがいいと思うね。ちょっとずらす。こうやって弾いといて、カッティングの時にパタッと倒すっていうか、こんな感じ。こういう風にやるか、ガズみたいに親指が出てる人は、こう、これです。触れて。なかなかね、こう、無音で止めるの難しいんですよね。まず、この練習結構カッティングではこれから、特に16ビートのリズムになると早いから、この、どの指でどんな風に止めるかっていうのがですね、結構ね、ポイントになってきます。じゃあね、ガズレレ必須コード全部言っていきましょう。C7。これも簡単ですね。ガズの場合は薬指。A7 も薬指で。いいですね。じゃあ次 Dm。Dm も、ガズの場合はこうやってパタッと倒す感じかな。こうパタッとこう倒す感じ。で、やっぱり薬指がメインかな。Dm もパッと。はい。で、次は D7。D7 なんかは、D7 はこういう風に倒してますね、ガズは。こうやって浮かして倒す。わかる？浮かせといて倒す。浮かせといて倒す。これ D7。いろんなやり方ありますよ。こうやって小指で止めてもいいですよ。はい。もう人それぞれ止め方違いますからね。で、今 G7 をやったから、じゃあ E7。E7 なんかも倒すだけでいいんですよね。E7。はい。Em7 は、ガズの場合は、こうやって弾いたらパッ、こういう風に滑らせる感じ。てな感じで、これ皆さん今気づきましたかね。これカッティングって、変な話ですね。押さえると簡単なコードの方がカッティングは難しくなるんですよね。開放弦が多いから。例えば E7 って弦3つ押さえてるけど、こう倒すだけでいいんですよ。こういう3つの指の弦は。G7 も、まあでもそんなことないか。まあいろいろそのコードによって全然この止める指が変わってくるということです。で、今ね、あんまりみんな実感がないかもしれないんだけど、例えばね、将来的にこういうカッティングするときは出てくるんですよね。今すごいでしょ。これ、ダッダッツダッツダッツ、チャカツク。これやってんですよ。これでピコピコ動いてるの。これ。これで止めてるわけ。こういう時にどの指でどんな風にカッティングで押さえようかっていうことになります。で、この辺のことについてはね、僕、ガズレレ大学っていう、YouTube メンバーシッププログラムで、もういろんな方々と、こう、ライブ、週に2回のね、ライブセッションで、みんなの質問に答えながらテーマソングをやってるっていうのが、このガズレレ大学なんですけど、その生徒さんが、もうみんなそれぞれカッティング使ってる指が違うんで、これが正解ですよっていうのはないんですよ。なんで、そういうデータがもうめちゃくちゃあるんで、ガズレレ大学めちゃおすすめです。この辺のレベルになってくるとガズレレ大学で知りたいことどんどん深められるんで、もう毎週2回のライブ配信でチャットで聞き放題ですからね。はい、ぜひこのガズレレ大学もね、チェックしてほしいんですけど、とにかくいろんなコードで、A シャープなんか、 A シャープってコードあるじゃないですか。これなんて楽ですよ。話す、浮かすだけだから。でも A シャープってコードを押さえること自体が難しいじゃないですか。なんでこういう世界観にこれから突入していくぞと、いろんなコードが出てきて来るときに、どのコードでもビシビシってこう、うまいことをカットして、止めたいわけですから、音を止めたい。なんで、これが、第10ステップです。いろんなコードで、カッティングを、極めたいなということなんですけど、これね、またちょっと難しいのが、用もないのに、そのコードのカッティングを覚える必要はないと思います。いろんな曲をやっていく中で、そのコードが出てきたときに、研究すればいいです、そのときに。B7 とか出てきたら。こうやって倒せばいいんだなとか、いろいろその都度、ガズレレ必須コードじゃないコードはですね、研究していくのがいいかなと。ガズレレ必須コードは自分の中でね、ある程度のセオリーみたいなのを作っといた方がいいと思いますけどね。はい、こんな感じで、進んでいくわけです。じゃあ、これを踏まえた上で、もうどんどんいきます。ステップ11。じゃあ、ステップ11入っていきましょう。ステップ11はですね、いろんなパターンがありますよということをちょっと、お伝えしようと思うんですけど、さっき、ステップ8、9でやった、この8ビートのチャットカッティング。ダツ、チャッ、ダツ、ツ、チャッツ、ダツ、チャッ、ダツ、ツ、チャッツ、だったんですけど、まあ、これ以外にも、山ほど、もう、天文学的にフレーズがあるぞ、ということなんです。ちょっとじゃあ、これ見てください。今回はこれ、星がなくて、丸が書いてないやつなんですけど、ちょっとこれで練習してみようかなと思うんですけど、じゃあ、まずこれ、丸、バツ、バツ、バツ、丸、バツ、丸、バツ。これ弾けますか？ちょっとゆっくりやってみましょう。C で。せーの、さん、はい。ダッツ、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 
違うでしょ。で、ここに星を入れるとこうなります。バーツ、チャッツ、バーツ、バーツ、バーツ。こういう風に、いくらでもパターンでできるんですよ。じゃあ次はこれどうですか。ダダツツ、ダダツツです。せーの。面白いでしょ。こんな感じでいくらでもできるんです。じゃあ今度これはどうでしょうか。いきますよ。ダツダツツダツツダツダツツダツツ。これとかも要はこの丸とバツの位置を変えるだけでいろんな面白いゲームができるでしょ。ダツダツツダツツ。ここにじゃあ星を加えてみるとこうなります。ダツダツツダチャック、ダツダツツダチャツとか、こんな感じ。これはだから自分でノートにいっぱい書いてみるんですよ。これ面白いでしょ。ゲーム感覚。丸バツ丸丸バツバツ丸丸とか、丸バツ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 丸バツ丸とか、いろいろやってみるわけ。そうすると、それで全部こうアップとダウン右手繰り返してる中でカッティングと丸だけ、あとたまに星を書いてチャを入れてみるとか、そうやって自分だけのリズムのなんか、まあゲームというか、まあそういうことやってるうちにね、どん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 このカッティングの感覚って育っていくんで、あのゲーム感覚、例えばあのお友達と二人でやってる方お互いね、これできるとか言ってね、これやり、丸とバツと星でみんなでこの丸バツ、あの星ごっこみたいな感じで、みんなでこうやってみるといいかもしれない。5、6人いたらこうずらしていって、あの A さんのが一番難しいわとか言って、そんなの面白いかもしれないです。そういう感じでこれゲーム感覚っていろんなパターンがあるということを、まあ自分でデザインできるということを知ってほしいんですよね。その丸とバツと星を並べ替えるだけで、そんな風にリズムって作られてるんだよと。これ実はね、かっこいい話すると、ドラムのフレーズを作ってるのと一緒なんですよ。ちょっと今のやつをドラムで再現してみると、最初に出てきてです。丸バツバツバツ丸バツ丸バツはダッツッツッダ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 ッツ。ここにチャを入れると、ダツタツダツタツダツタツダツ。こんな感じでドラムのリズムをこのウクレレ一本で再現してる。ロマンティックだわーって感じがしますよね。なんでまずこのね、11ステップはいろんな、パターンというのがこれ丸とバツと星でできるようになっていて、しかもそれをご自身で考えることができる。ここがものすごい自由です。音楽って自由でしょ。自分で考えていいんですよ。はい、そんなことをちょっと楽しんでいただいたその流れでステップ12行きましょう。ステップ12はですね、これが面白い。これはね、前回ガズレレカッティングの説明の時にもやってるんですけど、ちょっとこれ、面白いですよ。今回は、チャが出てこないんですけど、アクセントを、ちょっとね、まず、これ見てください。丸、バツ、バツ、バツ。いいですか？じゃあこれ見てください。バツ、丸、バツ、バツ。はい。じゃあこれ見てください。バツ、バツ、丸、バツ。はい、その次。バツ、バツ、バツ、丸です。これ意味分かりました。こうやって並べてみると分かるけど、こっちの一番最初のは1個目、これは2個目、3番目は3個目、4番目は4個目で丸がついてるんですよ。こういうので脳トレするわけです。はい、じゃあ早速、まあじゃあ C だけでいきますよ。せーの、3、はい。だかわかります。これめっちゃ脳トレじゃない。これゲームですからね、皆さんちょっとよく見とってね。いくよ、せーの、3、はい。どっか行っちゃった？大丈夫ですか？こういうのできるようになると、なんかね、もう、面白い脳内物質がね、出てきますから。これゲームですからね。こんな曲はないけれども、こんな風にゲーム感覚で楽しめることができるってことですね。で、ちょっとじゃあ今のカウントを言いながら行きますよ。そしたら分かってくれると思う。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、どうですか？これ超脳トレですから。今ガズさんもちょっとなんかふわっとしてきた。こういうことをやるとですね、もうリズムの変なところの
枝がですね、ニョキニョキ伸び始めてですね、リズムって面白いってなるんですよ。で、ここまでのレベルに来たら、皆さん、街歩いてるとき、会社行くとき、学校行くとき、駅までの間歩くときに、ダッツ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 ッダッツ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 ッダッツ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 ッダッとか、ズッダッツッツッダッダッツッダッとか言って、こうやって、あれ、歩くときとか、車乗ってる方、ウィンカーカチカチって言ったときに、カチカチとか、もうリズムがね出てきた途端にね、ドッパッツッドッパッ、こういうことを楽しめる人生の中に音楽とビートが転がり込んでくる、もうめくるめく体験がお待ちになっておりますんで、これはですね、でも今はできないと思うよ。だけどなんかやることは分かったでしょ。これがリズムを伸ばすコツでございます。今かなり上級なことやってますからね、皆さん、かなりレベル高いことになってますからね。あ、大丈夫ですよ、安心してください。できなくて全然大丈夫だから、大丈夫です。はい、ぜひぜひ、これが面白いです。はい、じゃあもうどんどん行きましょう。13ステップ目。13ステップはですね、まあ、こっからはもう本当にね、ハイパーな領域行くんですけど、まあ、16ビートを欠かせねえなということですね。16ビートで、このカッティングと、チャと、弾くでやってみるというふうに思いますと。そうするとね、こういうリズムなら C を押さえて弾いてみると、せーの。よく見て、ここ動いてるでしょ。これが一応16ビートのちゃんとカッティングの、まあ、教科書通りの弾き方かなというふうに思います。一応この表で書くとこういう風になりますね。ここのダーンダタカタ、これ最初ちょっと伸ばしてるんですよ。ダーンダタカタタスタスタタカタカ、はい、ちょっとゆっくり見ながら、口で言っていきましょう。せーの。タンタチャツツタツタツタチャタタタタンタチャツツタツタツタチャツタタ、これでございます。これよく見てもらうと、このチャッチャッチャってこの途中カッティングが入ってて、丸バツ丸バツで繋がってるところ全部アップですからね。タンタチャツツアップアップアップチャツツツ、このアップ3つが気がつくと結構いいです。 C でゆっくりやってみましょう。せーの。星丸丸丸って書いてあるんですけど、ここカッティングでもね、まあかっこいいと思うんですよね。まあこれはどっちでもいい感じですね。このここもカッティングでもかっこいいですよ。でもかっこいいかな。これどっちでもいい。まあそこはそんなに重要じゃないですけど、基本的にはこのアップ3連チャン、カッティングを入れながらの。このアップ3連チャンが、これが意味が分かると結構いけると思います。まずゆっくりでいいですかね。ちょっともう一回。せーの。練習ですね。ここ16ビートなんでちょっとね、もうトップオブザトップですけど、これ今のぐらいで練習してなんとなく掴んでください。これをノリノリの16ビートでやると、こういうのがね、このリズムこそがガズレレでよく出てくる16ビートのちょっとカッティングが混ざったようなかっこいいビートなんですよ。ちょっとやってみましょうか。せーの。君を忘れない感じですよ。いいですよね。このダンスとパカッタッタッタパカッタッ。なんでこれは皆さんが練習した16ビートのチャの基本的みたいな、やっぱ手首はもう同じにしなやかに柔らかく、この
このグルーブ、ここまで行ったらもうね、もうほんとすごい気持ちいいけど、やっぱり難しいですよ。だからまあここのレベルはですね、かなりハイパーなんで、まあ安心してください。さっきのダーンダジャッツタッ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 、これをひたすら練習でいいと思います。はい、16ビートを練習してる時もやっぱり難しかったじゃないですか。また次のね、まあそのお兄さんみたいな存在ですからね。はい、忘れちゃダメよ。脳トレとして楽しんでやってくださいよ。なんかお勉強とか修行じゃないんだからね。はい、そこは忘れないでください。じゃあいよいよ、ラストステップですね。14、ステップ14は一体何かというと、これ何気に質問が多いんで、もう最初に言っちゃおうかなということで、ガズさんがね、いろんな曲でカッティングの16ビートとか8ビートやってる時に、こっちにすごい来るわけですよ、ガズさんって。わかる？例えばこっち来んのっていう質問が、何やってんですかここでっていう話が来るんですけど、これがですね、癖っつうのがあるんですけど、カッティングの音もですね、こっちでカチャカチャやるよりこっちの方がね、キレがいいんですよ。ちょっと聞いてて、この辺だとね、ちょっとぼやけるんですよ、このカの音が。これバツの時のこっちの方がね、キレがいいんですよ。みんなもちょっと試してみたら分かる。じゃあ C の一番最初の8ビートのチャのカッティングの基本、今日やった8、9ステップのやついきますよ。これだけど、この方が、カの音のキレがいいんですよ。こっちに持ってきた方が。はい。ただそれだけです。なんで、どこでカッティングしてもいいですけど、なんかね、慣れてくるとね、ここでこう、一個なんかふんわり感を出しているのかもしれない。なんかね、調子に乗ってるなと思うかもしれないですけど、なんかもう癖なんですよね、これ。なんでやんなくてもいいですよ。だけど、こう質問が多いんで、最後おまけ的に、ステップ14で、ここまで来る理由はやっぱね、このカッティングの時の、やっぱね、切れ味が鋭くなるっていうのはあると思いますね。はい。そんなのもちょっと最後に、おまけで、お伝えしていこうと思います。はい、これでガズレレのカッティング、もうこれできたらもうやばいですから。で、まあ、これが応用していくと、今度有名なこの、と一緒ですけどね。ダランダダカカカカカダツカツダランダダカカカカ、これもこんなの有名なフレーズも弾けるようになるし、例えば Stop the singing in the sun、 これも応用です。ツクタクツカツクタクツクチャカツカ、ちょっとこれリズム出しておきました。ツツタツツタツツタツツツチャカタカツクタクツタツクタクツク、あ、チャカ入ってない。リズムとかもかっこいいでしょ。ただ急にはできないよ。だからこうやってステップをやって、それでこういうのもかっこいいんですよ。これで踊るポンポンクリームやった日には、なんでもかんでもみんな踊っていくよ、こういうリズムが生み出せるようにいずれなると思います。ということで、まあまあ、あんまりね、最初からエベレストを登ろうと思っちゃダメです。まずは地元の山に登りましょう。ちっちゃい山から。そこからだん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 ステップアップで。全然大丈夫です。時間はいくらでもありますから。脳トレでゲームとして楽しんでいく。これを忘れるとですね、どうやらことになりますよ。ゲームですから。ただのゲーム。そうやって考えてみるとですね、こう思考の転換が起こってですね、そういうこと。だってゲームやるときってね、僕もあんまりゲームやんないけど、すぐクリアしちゃうゲームじゃ面白くないでしょ。ね。5分やったらもう、なんだ、わからない。マリオブラザーズの、なんか一番最後のなんとか第4とこまで行っちゃったら面白くないじゃないですか。やっぱなかなかできそうでできないっていうとこ面白いとこですから、ぜひ満喫して、楽しんで、ガズレレ式カッティングマスターしていってください。わからなくなったらそろそろ戻ってね、何回もやるのが、1日3分やるのがポイントだと思います。さあ、張り切ってトライしてみてください。というわけで、はい、11月11日、渋谷で東京カルチャーという素晴らしいイベントスペースでガズレレの日のイベント開催しますよ。ぜひみんな持ってきてください。ウクレレ持ってきてください。これがお一人様でも初心者でもベテランでも、もうなんだか知らないけどみんなが楽しめる最強のイベントになっておりますからね。はい。この五感談タイムがすごく今から楽しみ。もう大セッション大会もやりますからね。もうとにかく最高の時間を皆さんと一緒に生み出したいと思います。めくるめく時間を一緒に作っていきましょう。概要欄にお申し込みのページ貼っとくんでご覧になってください。北海道
ドと愛知でポップアップショップがオープンでございます。ガズの参加はないんですけど、初めての北海道上陸、ぜひ皆さん G ラボのウクレレ弾きまくりに来てくださいということで、この秋もイベント盛りだくさんでございます。それでは皆さん楽しく音楽していこう。さようなら、バイバイ。